1996年の日本ハムファイターズでは、1996年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。この年の日本ハムファイターズは、上田理事監督の2年目のシーズンである。阪急、オリックスで5度のリーグ優勝と3度の日本一に導いた名称、上田新監督の1年目を4位で終えたチームは、開幕スタメンで1番にロブデューシーを4番には、 バーナード・ブリトーの両外国人を据えて開幕に臨んだ。外国人パワーと上田監督になってから我慢強く起用した岩本つとむ、今関勝島崎武田口正則、上田加藩、井出達也と若手選手が活躍し、4年目の金子誠は新人王を獲得。近年成績が不振だった片岡敦志や西崎幸宏の復活もあり、 チームは首位をひた走り1981年以来15年ぶりの優勝を期待された。しかし、7月終了時点まで4ゲーム差もつけられたオリックスが破竹の勢いで快進撃すると同時にチームの勢いは止まり直接対決で負け越して首位陥落。それでも自力優勝の可能性を残したが9月初めに上田監督が家庭の事情で休養。急遽、 住友タイヤヘッドコーチが監督代行となるも直後に負けが込み、オリックスに優勝マジックが点灯。9月23日の試合でオリックスにサヨナラ負けを喫して目前での胴上げを許し、1993年以来の2位に終わった。シーズン終了後、巨人を自由契約になった落合博光を獲得するが、これがチーム内紛の始まりとなる。 色付きの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。